アンデシュヤコブセンは、ノルウェー、ブスケルーケン、ホネホス出身のスキージャンプ選手。リンコリンスキークラブに所属している。プロ選手となる前は、廃棺校として働いていた。2003年1月11日に、プラニッツァで行われた、スキージャンプコンチネンタルカップで、国際大会にデビューした。しかしなかなか好成績を上げることはできず、2006年2月11日の、 ザコパネ大会でようやく一桁順位となる9位、翌日は7位となった。同年夏のスキージャンプサマーグランプリでは、ナショナル A チームで転戦し、5戦で10位以内となり、総合でも10位となった。ダニエル・フォー・ファングの引退を受けてヤコブセンは、ナショナルチームに残り、2006から2007シーズンのスキージャンプワールドカップに参戦した。 デビュー戦となる11月24日のクーサモでいきなり3位となった。12月17日のエンゲルベルクで初優勝、続くジャンプ週間でも総合優勝を果たした。21歳での総合優勝はノルウェー勢としては史上最年少である。世界選手権にはワールドカップ総合優勝争いのトップで臨んだが、ラージヒル個人14位、ノーマルヒル個人7位。 団体銀メダルに終わった。世界選手権アトヤコブ戦は調子を落ち取った。ラハティでは2本目に進めず、クオピオでは10位、ホルメンコーレンでは14位と低迷したのに対し、アダム・マリシュが、この3戦すべて勝つなど終盤に7戦6勝して、総合優勝を果たした。ヤコブ戦は、総合2位となった。2007から2008シーズンは1勝を挙げて、トムヒルでアンデシュバーダルに次いで、 総合6位となった。スキーフライング世界選手権では、ビヨーン・アイナール・ローモーレン、アンデ・シュワーダル、トム・ヒルデと共に、銅メダルを獲得した。2008年8月9日に、ビジタと結婚した。2008から2009シーズンは、ワールドカップ総合8位、世界。2009から2010シーズンは1月31日の、フライングで2シーズンぶりの勝利を挙げて、総合7位。 2010年、バンクーバーオリンピックノーマルヒル9位、ラージヒル12位、団体では、アンデシュバーダル、ヨハンデメミエベンセン、トムヒルデと共に、銅メダルを獲得した。ノルウェー選手権では2007年にノーマルヒル、2008年と2010年に、ラージヒルで優勝している。ありがとうございます。